ウィンブルドン、イギリス、時事、テニスのウィンブルドン選手権第12日は14日、ロンドン郊外のオールイングランドクラブで行われ、女子シングルス決勝は第11子。とのアンゲリク・ケルバー、ドイツ、が、2年ぶり8度目の優勝を狙った第25シードのセリーナ・ウィリアムズ、米国、を 6-3、6-3 で破って初制覇を遂げた。ケルバーは2016年全米オープン以来の四大大会3勝目。この種目でのドイツ選手の優勝は、1996年のシュテフィグラフ以来22年ぶりとなった。ダブルス決勝では、男子は第7シードのマイク・ブライアン、ジャック・ソック組、米国、女子は、第3シードのバルボラ・クレチコバ、カテリナ・シニア・コバ組、シェコ、がそれぞれ初優勝した。時事通信社。